ごめんなさい。こんなところに呼び出したりして。今日で卒業だから、あなたにどうしても話しておきたいことがあって。聞くだけでもいいから。今まで水泳ばかりで、愛だの恋だの言ってる暇もなかったし、貧弱な男の子ばっかりで、私の興味を引く男の子もいなかったから、今まで気にもしてなかったけど、いつ頃からかな、もう覚えてないけど、あなたの存在が気になってきて、練習にも身が入らなくて、最近では夜も眠れないくらいに胸がドキドキして、私男っぽいって言われ続けてきても気にもならなかったけど、あなたにだけはそう思われたくない。だからあなたの前では男言葉を話さないように注意してきたつもりだし、行動だって。これでもダメなら水泳も捨てるわ。あなたの望む女に変身してみせる。ごめんなさい、勝手なこと言っちゃって。でも断られたっていいの。ただこんな気持ちで卒業したくないから、私の気持ちだけ聞いて。好きよ、夜も眠れないほど。そうよね、やっぱり私なんかじゃダメね。でも言ってせいせいしたわ。ありがとう、聞いてくれて。慰めの言葉なんてかけられたら惨めじゃない。え、今なんて。あ、本当にこんな水泳しか取り柄のない私で。ダメ、もう涙が止まらない。お願い、あなたの胸の中で泣かせて。嬉しい、最高に幸せ。